こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スターリードリーマー、好スタートを切りました。ダイナマイトミュージック、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスターリードリーマー花に立ちます。その後ろからはダイナマイトミュージック、この馬も上がっていく構えです。さらにはディファレント、7番マッハクリスマス、その後ろマジックコーラル、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。スターリードリーマー先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはダイナマイトミュージック、赤の帽子スターリードリーマー、その後ろマッハクリスマス、それに続いていますレガシーエイト、すぐ後ろこれに続いてグロリーアラート、その隣にロスウィンズ、内からはディファレント、ファストフレンド、後ろからになりました。その隣にバージニー、マジックコーラル、すぐ後ろオレンジの帽子ラブフェニックス、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はレガシーエイト、マッハクリスマス、ほとんど差がありません。ファストフレンド、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はダイナマイトミュージック、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はマッハクリスマス、ローズマッハ必死に追いすがります。2番手はローズマッハ、マッハクリスマス先頭だ。マッハクリスマス1着、マッハクリスマス1着、2着はローズマッハ、勝ったのはマッハクリスマス、見事な勝利です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 先頭は織姫ブーケ、ペルシアンキス必死に追いすがります。織姫ブーケ先頭、一気にデアリングローマン、デアリングローマン、デアリングローマン、1着、2着にはどうやらファイトガリバー、勝ったのはデアリングローマン、フラワーアルデル、完敗です。着外に沈みました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はメジロエイト、メジロエイト先頭、残り 200m、 メジロエイト先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ヤマニンズルー、メジロエイト追いすがります。ヤマニンズルー、ヤマニンズルー、1着、2着にはどうやらメジロエイト、ヤマニンズルー、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。